今、すいません。ちょっと緊急で動画撮ってます。緊急です。もう、すごい緊急なんですね。緊急すぎて、ちょっと体を起こす前に、動画を撮り始めるっていう、それぐらい緊急です。大変なこと気がついちゃいましたね、私。ほんと、これ気づいた時にもうね、こんな顔になったもんね、この気づいた時。こんな顔になっちゃったもんね。先日の動画が緊急動画とかって書いたら再生数が思ったより良かったから、緊急で動画撮ることに味を占めたんじゃないかって。違う！本当に。本当緊急です。もう、見てこの、これほらほら。カメラの三脚に挟まってるでしょ。これぐらい緊急なの。わかる？というわけでですね、改めましてなんですけれども、どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。ね。いや、だってさ、あのままじゃ、拉致あかんしょ。話もできねえよっていうことでね。いつものアンガルに戻りましたなんですけど、じゃあ、さっきの1分無駄じゃんっていう。それはもちろん1個出しでお願いします。でもね、今日は本当にね、割と緊急で動画を撮ってます。なので、あんまり編集もしません。じゃあ、さっきの1分無駄じゃん。いや、もういいよ。今日何に気づいたかっていう、今日ですね、本日は、ニーアオートマタが発売されてから5周年なんです。ちょうど5年前の2月23日に、ニーアオートマタは、発売されました。そうそう。だから、その甲子園目指してたんだけれども、怪我をしてトラウマになった。それでも毎日頑張る主人公に、そんなに無理しないで。たまには甘えてもいいんだよ。甘えてもいいまで、じゃあ甘まで。わーお！緊急だっつってんのに。無駄なこと、お話進まねえな、おい。ニーアオートマタは、プラチナゲームズが開発し、スクエアエニックスより発売された、アクション RPG となっております。ディレクターである横尾太郎さんの美しくも儚い世界観、そしてひねくれまくったゲーム設定。本来めちゃくちゃマニアックであるはずのゲームなんですが、作り込まれた世界観と非常に高いゲームのクオリティが反響を呼び、世界で600万本以上の売り上げを記録する大ヒットゲームなのであります。いやいや、もう言った通りです。ニーアオートマタが、発売5周年なんですよね。で、本日の何時からだ？2月23日18時から、生放送があります。ニーアオートマタ5周年記念生放送という形で、まあ、5周年を祝う生放送があると。で、まあ、それだけだったら別に、まあ、いつも通りのことだなと思うんだけども、これ内容を見てみると、5周年の振り返りや、何か情報の発表なども…はてなって書いてあるんだよね。いや、でもね、これね、それぐらいで慌てちゃいけないんだよね。その、どうしてもさ、なんか、何周年とかってなると、新作の発表とかすごい期待しちゃうわけでしょ？だからそこまで膨らませすぎると、ちょっと期待がね、過剰なものになってしまうな、と思うんだけど、でもちょっとね、周りの人たちの反応とか、スクエニの動き見てたら、あれこれ待って、ニーヤの新作発表これ可能性あるんじゃねってちょっと思ってきて、思っちゃったんですよ。だから思ったことをそのまま素直に今動画にしてます。ね、なんでそれを思ったのかっていうのをちょっとお話ししていきますね。まず一つ、そもそも、ま、ニーヤに関わってる方々、ま、横尾さんとか、斎藤さんとか、プロデューサーの斎藤さんとかも含めて、結構ね、ユーザーのね、目線、すごく分かってらっしゃる方なんですよね。だから変に、煽るだけ煽って情報なしとかだと、まずいよねっていうことって結構ね分かってるんですよ。だから前回ニーア関係の放送やった E3 の時だっけな。E3 の時にニーア関係の配信があった時はもう事前に本当に何も情報ありませんってめちゃくちゃ事前に言いまくってたね。だからみんな何の期待もせずに、あ、情報ないんだ。でもあのおじさんたちお話面白いから見ちゃおうかなみたいな感じでみんな見てたんだよね。見てたんですよ。で、今回その事前の告知で何か情報の発表などもみたいな気持ちちょびっとだけ煽ってるにもかかわらず、そこに対して新作とかじゃないよっていうような、なんか期待をちょっと期待しすぎないでねっていう抑える感じの動きや発言がないんですよね。一応横尾太郎さんはなんかこうツイートではのんびりした内容になりそうなので、皆さんもなんか飲みながら適当に見えるのがいいんじゃないでしょうかっていう気楽に見てねっていう感じを出してるんだけど、これでも新情報がどうのっていうところには触れてないんですよね。だから、なんか気楽に見てねとか言ってビール飲んでたら新情報出てプーってビール吹き出させようとしてるんちゃうかなって。いやまあでもそれだけだったら、私もね、そんなには期待膨らませなかった。そんなには。だけどね、ちょっとスクエニのね、YouTube のね、チャンネル見に行ってほしいんですよね。先日ね、
カノン栄光初めてのニーヤオートマタっていう動画出してんですよね。なんかね、3本分ぐらい動画出すみたいでして、カノン栄光さんとのこそコラボで、ね。いや、5周年だからまあそれぐらいやるよねって思うけど、それやるそれ。そんな、今更、ニーヤオートマタ、コラボでゲームプレイしてもらう。それ何のためにするんですか？なんでこんなにニーヤオートマタにガンガン力入れてるんですか？答えは一つしかなくね？なくね？いや、それもまだちょっと期待しすぎかなって思う。その情報でも。その情報でもまだ期待しすぎかなって思う。皆さん、横尾太郎さん、まあ、ニーヤオートマタ、まあ、ニーヤシリーズのディレクターの横尾太郎さんの、漫画があるのご存知ですか？それウェブで見れるんですけども。新設ゲームクリエイター展っていうですね。漫画がありまして、これ無料で見れちゃうんですけれども、この横尾太郎さんの漫画が開始したのが2021年の2月からなんですよね。2月から更新されていって、6月を境に更新止まっちゃったんですよ。ただ、先日、2月13日に、新たにまた更新されたんですよね、この漫画。なんでこのタイミングなんですか？いや、まあ5周年だからだよね。で、なんででもその各方面から、ガンガン5周年こんな盛り上げて、ニーヤオートマタの認知ガーッと今来させようとしてるんですか？答え一つじゃんね。ちなみにですね、ニーヤ5周年っていうのを各メディア非常に多く取り上げておりまして、ファミ通、ライブドアニュース。それぐらいか？いや違う、そんなわけないじゃない。そんなわけじゃないじゃない。いや、他ゲームメディア多数がニーヤオートマタ5周年。っていうのを記事にあんましていやしてると思います。してると思います。してるんです。100メディアぐらい記事にしてるちゃうかな。まあ、非常に多くのメディアがちょっとこれね、取り上げつつ、スクエアエニックス的にも、なんかニーヤオートマタ今ガッと押してると、これねあるなとちょっと思っております。で、今回の生放送に、斉藤さん、横尾太郎さん、あと田浦さん、ニーヤオートマタでね、ゲームデザイナーをしていた、ハウラさんも、ゲストとして参加されるということなので、まあ、もちろん音楽の岡部さんもね、参加されますということで。これなんか、あるんちゃうんかな？これね、ここまで言っといて何もなかったらどうするんだっていう話ですよね。何？先生、強音で土下座しろとかそういう話？しないから、それぐらいだ土下座。いや、俺は今、これなんかあるんじゃないのっていう、お気持ちを表明させていただいております。その土下座ネタは、謝罪ネタは、もうあれです。謝罪ネタは、任天堂ダイレクトでしか使用しない、やつになってるんで、謝罪ネタを期待する方は、ちょっとちょっと勘弁してくれというところですね。でもね、変な話ね、その、ニーヤオートマタだって世界で600万本売れてて、そのゼニゲバのスクエニが、ニーヤっていうコンテンツを手放すはずがないんだよね。ぜ、逃げ場。怒られてよ、さりげなく。さりげなく怒られんのか、これね。まあ、それは置いとけ。ね、そのニーヤのコンテンツ絶対手放すわけないんですよ。もう5年経ったわけですから、まあもう結構思ってたよりヒットしたよねっていう段階で、次どうしようかっていう話は絶対出てておかしくないわけなんですよね。で、まあもちろん、またやるなら、プラチナゲームズとのタッグでやるに決まってると思うんですよ。で、前回ニーヤオートマタって、まあ、ゲームデザイナーに田浦さんと、もう一方、ネギシさんという方が参加されてまして、ただネギシさんはバビロンズフォールにおそらく参加されてると思われますので、ネギシさんはちょっと参加できないのかな、してるのかしてないのかちょっとわかりませんけれども、じゃあ田浦さんはアストラルチェインも作ってますけれども、アストラルチェイン以降何、どうしてましたかっていう話になってくるじゃないですか。それ以降どうしたんですか？アストラルチェインだって2019年ですよね。それ以降一体何をしてらっしゃったんでしょうか。ニーヤの新作作ってましたって。全然理にかなってるもんね。これ理にかないすぎ。この、こうやって、ね、なんかこう発表っぽいものがある前に、来るかな来ないかな、ワクワク、みたいなことができるのって、今だけだから。いや、今だけだから。これ発表なかったなかったか。なかったとしても、発表なかったとしても、この放送見たら多分面白いから。このおじさんたち面白いおじさんたちだから。多分放送見てるだけで面白いと思うんで、後悔はしないと思います。っていう話をしたくて、ちょっと緊急で動画を撮りました。ね。だってこのさ、放送がもうだって今日の18時からなんだもん。俺が緊急で撮る以外なかったんだ。手段が。ね。だからネタもあんまり練り込んでなかったです、今日の動画。ね。勢いだけで押し切った感はあります。果たして。ニーヤの新作来るのか来ないのか。ね。これで別に新作の発表なかったらさ、スクエニ的にもいい迷惑だよね。煽るんじゃねえよ、お前みたいなさ。
本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。いやでもなんか来てもね、そろそろいいんじゃないかなって気持ちも込めて、なんか2夜5周年、ライブ配信生放送があるので、俺ちょっと見に行くから、 YouTube で見ると思います、 YouTube で見ると思いますので、お時間ある方よかったら皆さんもそこで一緒に見てみませんかという、そんな話でした。というわけで結果が楽しみです。じゃあね。